ダリック・ウィリアム・バートンは、アメリカ合衆国バーモント州、スプリングフィールド出身のプロ野球選手。右ト左打。2003年、MLB ドラフト1巡目で、セントルイス・カージナルスから1巡目の指名を、受け入団する。2004年12月18日にマーク、マルダーとのトレードで、キコカレーロ、ダンヘイレンと共に、オークランドアスレチックスへ移籍する。その後マイナーでは、 出塁率が4割を超えた。2007年にセプテンバーコールアップで昇格し、9月10日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューを果たした。18試合72打数で25安打、14球11三振、4本塁打、打率、347、出塁率、429という短期間とはいえ、好成績を残す。 2008年の後半戦スタートとともに、突然、15日間の故障者リストに入った。後になって、MLB オールスターゲームの休み中に、友人宅の浅いプールに飛び込み、頭部を強打していたという事故だったことが判明した。2010年は、リーグ最多の110支給を選び、高い出塁率をマークした。2013年12月20日に、アスレチックスと1年契約を結んだ。 2014年は開幕ロースター入りし、開幕後は30試合に出場したが、打率。158と結果を残せず、5月15日に DF となった。5月17日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ降格した。オフに FA となった。2014年12月17日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2015年7月2日に解雇となる。 2016年3月17日にメキシカンリーグのプエブラパロッツと契約。2017年2月21日にトレードでモンクローバスティーラーズに移籍。2018年1月16日にトレードでプエブラパロッツに復帰。背筋を伸ばした特徴的な構えから振り下ろすバッティングで打球は伸びのある弾道を描く。また選球眼が良く。 マイナーリーグの通算出塁率は4割を超えている。かつてチームメイトだったライアンスウィーニーと共同生活を送っていた。ありがとうございます。